このマップ結構好きなんだよな。 COD で多分一番最後のマップだよね、これ。シーズン6で、1年目のシーズン6で追加された。メイルストールタンクファクトリー。結構マップ広くて、フリーフォールだと時間切れになりがちなんだけど、最初の頃はね。でも最近結構フルカウントで勝てることが多くなってきてるんで、なかなか楽しめるマップですね。まあ雰囲気が好きだね、この感じ。この外の雪の感じがいいですね。で、まあ一回ここに、あ、寝てる。寝てましたか。いないなと思ったら。奥狙いたいけど、ちょっとね、MP7 であの距離を狙うのは辛いんで、少し近づいておく。あ、いた。ちょっと待ってよ。追っかけるがナイフキルして、ちょっと右から行こうと思った。こちら。しっかりと足を通っていく。ここ強いね。ここ強い。あ、殺しきれなかったのがダメだな。今の痛いな。お、倒しちゃう。今の勝てたか。いて、ちょっと待って、いる？ここもしかして。やめとこう。右いるってことで、いた。頭抜いていく。このマップね、うわ、あんまこの辺得意じゃないんだよな。もうちょっと、あ、こっち側、こっち側。こっち側が私のエリアですよ。こっちの勝率高いんだよ、ね、いるね、あそこ。お、上の方。この辺がやっぱね、この武器には最適な距離が多いんで、戦いやすい。あ。よし。いや、なんか今年多分あれだよね、 COD の新作のなんかモダン2が出るんだよね。それがめちゃくちゃ楽しみですね。まあ、ホールドウォーもヴァンガードも楽しかったけど、まあ続きはしないんだよな。多分モダン2出たらもうまた2年3年とやるんだろうね。よし、うわ、マジか。どこ？あ、こんなとこから狙ってんの。全然見えなかった。フリーフォール結構やっぱ人が多いんだけど、強い人は大体分かってきたね。なんかね、10人ぐらい名前覚えたんだけど、その人がいたらすごくテンションが上がる。この中にはいないかな。で、その覚えてる人が10人のうちの誰かがいると、だいたいキルデが良くて3かな、1試合の。だいたい2から 1.5 ぐらいまで落ちるんだけど、その人たちがいなかったらだいたい毎試合30キル8ですとか7ですぐらいでできてはいるんで、ちょこちょこキルデは上がってってるような気がする。まあね、このアカウント、あの、縦縛りとか、なんか変な縛りとかやってるからめちゃくちゃ低いんだよね。確かまあ、フリーフォールだけをやり出した時に、キルレート 1.3 ぐらいで、そこから今 1.68 かな。上がってはいるんだけど。まあ、このラン&ガンスタイルで突破して打つスタイルはもう継続していくんで、上がっても7、8ぐらいまでが限界かもね。あの CX9 みたいに遠距離武器でチクチク立ち回り重視で攻めることができる武器、ああいうの使ってたらね、結構もうちょっと上がるんだけど、まあいかんせん性格が性格なんで突っ込んで撃ちたいわけですよ。ヘッドショット。今ちょっとあのとどめの一撃刺そうと思ったけど無理そうだからやめた。おお、びっくりした。左におる。よし、
弾がない、やばい、ちょっと待って、8発か、よし、なんとかやった、拾って、何何何、どっち、来た、ハンドガンだと厳しいな。サイコフもね、サブ武器にしてはかなり強いんだけど、ちょっと精度の面で劣るんで、中からエントリーしていった方がいいか。左いるよね、こっち。いないか。あ、右側だな。あっちの奥にいるけど。足音が消えた。ちょっと戻った方がいいかな、これ。来た。レーサー使って、上にいる。よし。危ない危ない。結構ね、調子いい時は、1試合の30キルのうち、なんか10から13ぐらいはヘッドショット出せるようになってきて、でかつナイフに3発入れてるから、だいたい50%ぐらいはヘッドショット出せるようになってきた。腰打ちのヘッドショットはね、すごく出しやすいっすね。おっと、やばいやばいやばい、たまにこれ負けるんだよな、この状態。これどこだ、右、ちょっと一回回復して、あ、あそこか。ちょっと趣向を凝らして上から撃ってみよう。はい、趣向を凝らしての使い方が全然違う気がする。ちなみにこの2位の人よく見るんだけど、結構ねこの人強いんだよね。今差ついてるけど、いつももうちょっと僅差で勝ったり負けたりするんだよな。この名前が完全に中二病なんですけど、もう一つ強いです。結構負け越すこともあるんで。後ろから撃っていく。まあ、あんま MP7 とかサブマシンガンで使って強い人ってそんなに見ないんだよね。なんかね、ショットガンとかスナイパーとか、あと CX9 がめちゃくちゃ多い。あとあれかな、なんだっけ、クリス・ベクター、このゲームだとフェネックか、あれ使ってる人多いな。 MP5 もね、全然ね、多かった。おー、こんな感じだよね。遠距離もそこそこできる MP7 でございます。 GG でした。